藤原安藤です。すごい日本撮りなのがバレバレなんじゃないですか。言わんでええねん。全員服が立って言わんでええねん。なんとか座る感じを変えて日本撮り感を消しているんですから。しかもどっちが先かちょっとよくわかんないんだから。なんで後でしょ、ベビーランドいないんだもん。いや配信がよ。あ、そうなの、うん、ごめんごめん。ベラ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 いらんことを喋るな。さあ今日なんですけれども、以前ですねコミュニティとか僕の SNS とかでも発信させていただいたんですけど、あの藤原ランド、嫁ランド、チビランド、ベビーランドに対する質問がありましたら質問ください、それを答えていきますというのをやらさせていただいたところ、なんと500以上の質問をいただきまして、 ありがとうございます。本当に5件じゃなくてよかったね。どれを選ぶかという贅沢な悩みをさせていただきました。そんな中から少しちょっともちろん、全てに答えれるわけではないので、いくつか抜粋して答えさせていただきたいなと思います。チャンネル登録よろしくね。まずじゃあ私への質問からいきましょうかね。マーが読むよ。じゃあ、あ、じゃあはい。だって変じゃん、自分で読んで、うん、自分で。なんでここ濡れてんの。え、知らないよ。なんでなんか置いてた。保冷剤。え、何も置いてない。染みてきたよ、座ったら。あ、じゃあまだ乾いてなかったんだ。座ったらめっちゃ染みてきた。じゃあまだ乾いてなかったんだ。なんやねん、ケツめっちゃ濡れたけど。あのね、実はパパが何日かいなかった間にこれにコーヒーをこぼしたの、うん、で、丸洗いしたの、これを、うん、乾いてなかったんだ、まだ全然乾いてない、むちゃくちゃケツ濡れてんねんけど。なんだよ。ちょ、あちゃん。めっちゃケツ冷たいねんけど。こんなに乾いてへんことある？いや、結構乾いてる。おかしいな。で、なんだったっけ。いや、読むんやろ、そっちが。いいですか。はい。シュリンさんからいただきました、はい、助産師さんから、うん、お母さんはお腹に赤ちゃんを授かった時からママという実感が湧くけど、うん、お父さんは子供が生まれてパパと言われた時からパパとして自覚が湧くのよと言われましたが、うん、藤原ランドさんはチビランドちゃんが生まれて、あ、パパになったなと実感した瞬間はどんな時ですか。このタイミングっていうのは正直まあないけど、はい、マジで育てていく上で、うん、あ、ここ自分に似てるとか、子供の時の写真に見たらちょっと似てるとか、うん、あともうやっぱりね、パパって呼ばれるってこと、うん、それってすごいです、ね。うん、ちょっと待って、あの濡れてんの上に入って面白くてしょうがない。ごめん、全然パパの答えが入ってこない。なるほど、マジ芝生ぞ。面白いよね、チビランド。ごめん、全然おもんないよ、俺ケツも濡れてるし、履き替えることも許されず。ほんとダメ、めちゃくちゃ濡れてるよ。おもらしした。もう俺ほんま、正直チンコ潰れたのかな、おかも。水が出た。はい、だって入って。嫁リンゴさんからいただきました、はい、嫁ランドさんが忙しさや疲れでご飯が作れないとき、出前や外食になることをどう思いますか、うん、旦那は優しいので 何も言いませんが、私は罪悪感を感じて、やっぱり作ればよかったと後悔する時があります。お子さんいらっしゃらないのかな、いるのかな。全然いい。なんで罪悪感なんて感じるの。無駄じゃないその罪悪感、うん、大丈夫だよ、全然悪いことじゃないの。全然、むしろ今日はこうしてあげた方がいいだろうなと思ってする時もあるよ、うん、あるし、鼻から言うてる日あるよね、今日はもう無理だから、スケジュール的に、うんうん、だってさ、家事って1個じゃないからさ、うん、ね、いいんじゃない、その中の1個を何かに頼ったって、うん、奈良県出身、宇佐吉さんからいただきました、はい、そろそろチビランドちゃん一人でお風呂に入るようになると思いますが、まだ早くない？思いますが、何歳までか決めてますか？一緒に入るのかかな。決めてない。クリーム上田さんが最後のお風呂で娘と泣いたと話していました。パパは何歳までかって決めてないけど、チビランちゃんは何歳までパパとお風呂入りたいの？わかんないよね。わかんない。
何歳ぐらい？もうじゃん。もうじゃん。そろそろ終わるやん。もうじゃん。6歳か7歳ぐらい。7歳にして。でもさ、もうお友達。ちょね、周りの環境ね。周りの子が。なんだろうね。うん、まだ入ってんのとか言われたら恥ずかしくなっちゃったりするんだろうね。7歳が過ぎたら終わりにする。小学校3年生ぐらいまでじゃない、パパ。あまり考えないようにします。うん、まあ、10歳ぐらいまでじゃないですかね。はい、桜子ふみみさんからいただきました。うん、私は結婚して34年目50代夫婦です。夫婦関係で一番大事にされているのは何でしょうか。楽しみの共有かな。うん、うん、プラスの方を大事にする。結構ほらネガティブルール決める人もいるでしょ。喧嘩したらどうこうとかさ、こうやって仲直りするというよりは、楽しいことはみんなでという、家族で。うん、アータンさん、うん、いつも仲良しの藤原ランドさんと嫁ランドさん、夫婦喧嘩や険悪なムードが起こった時の解決法を知りたいです。時間が解決じゃん。そう、うん、別にこう時間が解決そう、ちびランドも言ってますけど、お互いもう家の中で険悪な時は交わらないようにしてる気がする。あ、そうそう、そうだよね。スッスッみたいな。それでなんか次の日になったら普通に喋るみたいな。そう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 。吉郎さん、子育てについて厳しくしているところと少し甘やかしているところあれば教えてください。ちびランド、パパが厳しい怖いと思う時ある？ないないよね。ないって言われちゃった。厳しい担当、なんかヘルプ担当みたいな感じだよね。厳しくないよ、あなた。嘘、ママは厳しいでしょ。あなた厳しくない。じゃあ何？お化けの方が怖い。なんでよ。みゆきさんからいただきました。はい、子供たちが巣立った後の老後に夫婦で一番やりたいことは？まだ来んないよ。もうね、巣立った時結構お年寄りなんだよね。まだ来んないよ、その質問。ね、だってパパ20歳になったら46だもんね。46じゃない、66。あ、じゃあ66だもんね。旅行。そうだね。なんかヨーロッパとか行ってみたい。海外行きたい。うん、あとなんか私、あれとかしてみたい。ごめんごめん。船の旅行。でかいね。あ、じゃあ逆に子供たちが大きくなった時に一緒にしてみたいことはありますか？ミョンピーさん。なんだろう。もうお酒も飲まなくなっちゃったし、どうするの？あ、でもね、お酒はね、飲みたいと思ってるよ、チビランドと。あ、チビランド20歳になる、いつ俺も酒を解禁するのか自分で決めてないけど、一個のタイミングとしてあるのは、それまで飲むかもしれないけど、チビランドとお酒飲んでみたい。チビランドとちょっとおしゃれなバーとか行ってみたいから。ああ、いいね、いいね。うん、それは夢の一つですね。ママもじいじとしたことあるよ。あ、バーとか。あ、バーはね、さすがにない。もうじいじ自体がバーで飲むようなお酒飲まない。あ、だからその時にバーで行ってても違和感のないじじいでいたいなと思う。はいはいはい、はい。いくま三兄弟さん、 YouTube はぶっちゃけ儲かりますか？ぶっちゃけると、うん、儲かるってことでもないですね。うちはほら、そうそう、うちはほらね、ご覧いただいてると分かると思うけど、出ていってるお金もあるんだ、結構。うん、うん、プラススタッフさんにお支払いしなきゃいけないのもあったり、うちの会社にね、いろいろ手伝ってもらってるから、吉本にも払う分もあるから、うん、そんな儲かってるって感じではないですね。トントンな感じ、なんとなく。うん、少々の足しになっているぐらい。そう、そうだね。それやんないよりは全然いいよ、赤字じゃないから。うん、でも何より楽しい。ハニーミルクさん、はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。インスタグラムの空手の動画がかっこいいのですが、動画で空手はやらないのですか？需要ありますか？そこなのよ。そんなこと言ってて、なんかあんまり回んなかったりとかするじゃん。そうなのよ、ハニーミルクさんしか見ないじゃない。一回ほら筋トレの動画上げたらさ、みんな全然見ないじゃない。
挙句の果てにスタッフの後藤さんという女性に怒られたんですよ。そう、もう筋トレいいです、ね、二度と挙げないでくださいって言われてなので需要は正直ハニーミルクさんありません。まあインスタ等々ではあるかもしれませんが、うん、はい、でももしかしたら、はい、私と一緒に何かボクササイズ的な、うん、ああそんなのはいいかもね、うん、空手のそういうエクササイズ的なのがあるんだったら、うん、女性ができそうな、はいはい、なんだったらいいかもしれないね。なるほど、フィギュアランドさんへの質問は以上になります、はい、さあ、嫁ランドさんへの読みたいんですけど、嫁ランドさんじゃあバトンタッチしていいですか、はいはいはい、チビランド、あ、チビランドから行こうか、じゃあ、いいよ。チビランドちゃんへの質問も来てます。なんとベビーランドちゃんへの質問も来てるんです。あら、ベイビー登録してくれよ。トッポギさんからいただきました。あら、美味しそう。チビランドちゃんへの質問、おすすめのお菓子を教えてください。あら、何飴です。何の飴？飴です。何の飴？ペコちゃん。ペコちゃんキャンディーです。うん、何色ですか？紫。紫。はい。です。コンペイ。コンペイとか。大好きだもんね。あきこさんからの質問です。パパの好きなところ、ママの好きなところはどんなとこですか？まずパパのじゃあ好きなところ。優しいところ。ありがとう。はい、ママの好きなところ。おしゃれしてるところ。おしゃれしてるところ。ありがとう。ゆりっぺさんから。ちびらんちゃんいきますよ。今、好きなユーチューバーさんは誰ですか？みこちゃんと、うん、ひまわりチャンネルと、はねまりチャンネルです、うん、なるほど。その YouTuber さんが好きだということです。こびとさんからいただきました。ちびランドちゃんが将来なりたい職業は何ですか？大人になったら何のお仕事したいですかって。カップケーキ屋さんで、かわいい。そのカップケーキ食べるね。ケーキ屋さんじゃなくてカップケーキ屋さんなのね、うん、買うね、それ、パパも食べたい。佐藤佐藤さんからの質問なんですけど、この質問は他にも4児のママさんとか、うん、いろんな方から同じ質問。ベビーランドと遊べるようになったら一番何をして遊びたいですか？あら、おままごとです。おままごと、どんな役でやるの？おままごとしてくれるって。おうちごっこ、うん、おうちごっこ。あとキッチンで、ね、キッチンでやるの。わかりました。もうキッチンセット買ってもらいたくてね、もうすでに狙ってんだから最後の質問というかね、お願いです。これはぴょんぴょんさんから。ちびランドちゃんの絵が見たいです。家族の似顔絵を描いてください。あら、今描いてほしいんだって。だから パパ今からママに質問するから、その間にちびランドちゃんはじゃあパパママちびランド自分のこと、ベビーランド、ベビーランドの顔描くの初めてでしょ。描ける、ね、4人の顔、お顔あっちで描いてきて、うん、気をつけてね。登録ボタン押してね。さあ、それでは嫁ランドさんへの質問が来ております。ミノーのナオさんから。はい、ありがとうございます。今後またテレビでお仕事をされるご予定、またお気持ちは終わりですか？ありませんいや、なんかあればし まあ、させていただきたいと思いますけど、うん、そんなに需要もないと思いますし、うん、はい、そんなに何かこうすごくやりたいですみたいな、あの気持ちはさほどないですふみぱんさん、はい、幼稚園のママ友とのお付き合いで抑えておくべきポイントはありますか？え、幼稚園のママ友、私そんなに友達いないですいるでしょ、友達いるよね、いるはいる、いるはいるけど、つかず離れず、つかず離れず。そんなこと言うたらトモランドママかわいそうやん。いやいや、トモランドママはだって幼稚園に入る前から、うん、お友達だもの。別に幼稚園のママ友ではないもん。入り込みすぎない、うん、いい意味でね。でもね、トモランドママのおかげで、うん、あのお家に遊びに来てもらえるような広がったんでしょ、うん、お友達がもうあと2人ぐらいできたので、
でもトモランドママいなかったらできてなかったと思うから、ということで押さえておくべきポイントはトモランドママということですねですね一人だけでも何か何でも話せる人がいるといいですよね。そうかもしれないね、希望の光さんからいただきました、はい、嫁ランドさんが幸せだなと思う時はどんな時ですか。パパがすごい嬉しそうに娘たちを見てる時、産んでよかったなと思って、ありがたい、あとは何だったっけ質問うそやろ嫁ランドさんが幸せだなと思う時、一人で買い物してる時、時間気にせず、ね、はいはいはい、まっちゃんさんから、ちびランドちゃんが赤ちゃん、歩き出す少し前ぐらいの時、まあ今みたいなことですけど、ワンオペの時のお風呂どのようにしてましたか。私はバンボに座らせてドアの前で待ってもらってるのですが、もう腰が座ってからってことだよね、バンボってことは、一緒に入ってたよ、あの、リッチェルのあのほら、まだ置いてあるやつ、バンボみたいなあのお風呂用の座るやつ、ね、座るやつスチロールのやつがあるんですよ、リッチェルっていうメーカーから出てるやつ、あれに座らせて、あれお尻のところにお湯が溜められるようになってるから寒くないから、あれに座らせて、おもちゃ持たせて一緒に入ってましたみたいです。今はベビーだけそれの寝かせて洗えるバージョンがあるので、それに一人だけ私服着たまんま、ベビーだけ洗って、チビランドを入れるときはベビーをバウンサーに乗せて、洗面所のところに置いといてバインバインさせながらチビランド洗う、でも、泣いちゃうときもあるんで、もう少々泣いちゃうのは洗ってる間はしょうがないみたいになってます。まあそうですね、泣いちゃってごめんねって感じだけど、泉さんっていう方からなんですけど泉さんはじめこれ、一番多かったじゃないかなこの質問、私は、家にいるのに何にもしてくれない旦那にしょっちゅうイライラしてしまうのですが、嫁ランドさんはイライラすることはありますか。また主人にイライラした時はどうやって気持ちを落ち着かせていますか。でもパパ基本椅子座ってるよねずっと。でもベビーが泣いちゃったりとかしたらすぐ私より早く行ってくれる、家事をやってくれって私思わないんだよね、カズ君に。そう、あの洗濯のね企画とか、玉作りさんからいただいてやろうと思って話したら、洗濯なんか絶対してくれるなって言われました。あ、そうなんか洗いたい洗い方とか、これはこういう風に洗うとか、あるみたいです。これはこういう風に畳むとかなんかあるから、でも洗濯絶対してほしくない。昨日とか洗い物とかしましたよ。そう、食器は何もやってないわけじゃないよ。食器は洗ってほしい。でも月に1回ぐらいじゃん、そんなの。何もやってないわけじゃないからねあとはお風呂洗ったりとか。あ、そうそう、頼めばやってくれる、子供のことは結構言わなくても積極的にやってくれるから、それやってくれてるだけでもう十分だから。いる時は2人ともお風呂入れたりとか、そうそう、それやってくれるからそんなにあんま不満ないんだよね。何を全然やってくれないんだろう。子供のことやってくれないとイライラするよね。あんまりイライラしないな私。子供のことやってくれないとイライラするかもね。でもあんま家事はやってほしいと思わないな。一度も掃除機なんて触ったことないもんね。ない、足の指ぶつけたことぐらいティアーナさんから、現在第一子を妊娠しており、あら、おめでとうございます。4ヶ月目なのですが、あらら、きちんとしたマタニティウェアやマタニティ下着などは購入すべきなのでしょうか、購入した方がいい場合は大体何着ぐらいあったらいいのでしょうか。よければ参考にさせてください。そんなどんぐらい使いますかじゃないの自分は何枚持ってたの。マタニティウェア、マタニティウェアってね、あんまりね、いらないかも、ワンピースとか、あとなんかウエストゴムのやつとかで結構賄えるから、結構ガタイがいい人じゃなければあんまりマタニティウェアっていらないかもしれない。あのデニムとかどうしても履きたいなとかっていうことであれば、私はデニムのマタニティ、なんていうの、マタニティデニムかは1着だけ買ったんですけど、これから夏で暑いしデニムとかも暑いと思うから、結構ワンピースあれば。でもワンピースってそんなにたくさん買っちゃうと産んだ後に使えないんですよ、授乳ができないから。ワンピースってだから前ボタンのワンピースとか買っとくと、妊娠中も産後も
使えていいんじゃないかなと思いますけど、下着はあのブラジャーとかだったら授乳できるようになってるブラがあるから、それは割と何枚あってもあの授乳中、産後の授乳でも使えるのでいいと思うのと、私は結構ブラジャーもともとそんなにあの疲れるから好きじゃないから、あのカップ付きのキャミソールみたいなので授乳できるやつもあって、それは妊娠中も使えるので、なんかそういうあんまり締め付けたくないじゃないですか、妊娠中も産後も。そういうのを6枚買ったかな、はい、まあ自分で使い回して洗い替えとか不便じゃないぐらいの枚数持ってればいいと思います、うん、参考になりましたでしょうか。れっちゃんママさんからの質問、これは私も聞いたことがない、はい、座右の銘は何ですか。何それ座右の銘って自分がこう生きていく上で大事に、四文字熟語みたいな、四文字熟語じゃない、うん、あ、四文字熟語の人もいるかもしれないけど、うん、俺は頭は低く目は高くっていう言葉なのね、座右の銘。わ、それ誰かが言ってたんでしょう。大山増達さんね。あー、へー、そう、謙虚で、うん、あの、上を目指していくっていう、はいはい、あ、そういう人間でありたいね。そう、それがすごいいい言葉だなと思って、うん、高校生の時に知ってその言葉を、うんうん、そっからもずっと今でも座右の銘はそれ、うん、はい。タレントやってたら結構聞かれんかった、座右の銘なんですかって。女の人あんまないか、こんなとこじゃない、そんなの。具志堅用高さんが昔座右の銘聞かれた時に、うん、右は 2.0、 左は何いくらだって、こう左右の銘を答えたっていう最高じゃんそれ、左右の銘左右の視力。なんだろう。チビランドある？好きなこと。ありがとう。素敵。あ、素敵。ママより素敵な答え。本当。それです。はるなさんからいただきました。はい。実はネガティブですと何度か動画で言葉を聞いていたんですが、うん、ネガティブモードに入った時の切り替え方法はありますか。パパ。ん？に言う。ああ。ネガティブワード。はい。もうね。LINE でもすごい来る時がネガティブに、うん、でもたまに怒られる時あるから、そうするとやむもうね、そんなこと考えちゃってしゃないやないかみたいなことをね、そう、もうそれこうちゃうこうちゃうって答え出すんですよ。また言うてくる時があるのね、 2時間後とかに。そう、さっきから言うてないの、考えたらしゃないやろなことはっていう、そうこともあります。あとなんかパパにもうこれ以上言えないなみたいな時は秋葉原に LINE する人に伝えるってことですね。そうするとなんか、はい、私も若い頃はっていうのが。あ、なるほど。腹ペコ青虫さんからいただきました。腹ペコ青虫かな、うん、私は助産師2年目として日々ママと赤ちゃんのためにケアを行っているのですが、はいはい、検診の時や分娩の時に助産師にしてもらって嬉しかったこと、助かったことがあれば教えていただきたいです。これからもゆっくり藤原の国のペースで赤ちゃんと生活を楽しんでください。応援しています。あ、でも頑張りましたねっていうのはなんか染みたけど、あ、うん、とか、まあ話をよく聞いてくれることかな、うん、あとは母子同室だったんだけど、うん、なんかその母子同室も大変だったら預かりますからねとか、うん、なんかこうヘルプエスケープあるようなことをね、うん、大変だったらこうこうこうしますからねとか言ってくださいねとか、うんうん、ちゃんと助けますからねって言ってくれたのが頑張りのなんかこう励みになったっていうか、なんか味方してくれる人がいるっていうのが、あの出産後すぐに不安だった、もう赤ちゃんと二人っきりで不安だった気持ちが軽くなったから、はい、うさりなさんから、二人の育児をする中で大切にしていることは何ですか、何か嫁ランドさんの中で心に決めていること等あれば教えてほしいです。あ、叱った後でも、うん、まあ、ベビーランドに関してはまだゼロですけど、うん、チビランドのことに関してだったら叱った後でも必ずヘルプの言葉を、うん、ちゃんと言う、愛情を持ってるんだよっていうことを伝える、はいはい、飴とムチです、はい、トトロさんから、ベビランドちゃんの育児は楽しめていますか、しんどい時もありますか、チビランドちゃんの時と比べてどうですか、体力面や精神面においてもという、はい、体力はもう全然
ありません。チビランドの時と比べて、はい、でも精神は強くなってますので、なるほど、少々泣いたとって大丈夫、はい、安全なところでお腹もいっぱいおむつも綺麗と思えば、うん、少々泣いてでも、そうだね、まあ私もママも頑張ってるからベビーも頑張れみたいな感じで、うん、ドンと構えてられるところはあります、うん、でやっぱり姉妹といえども別の人間なので性質は全然違くって、あのチビランドはもう全く寝てくれない子でした。でも、うん、ベビランドはもう本当に夜が分かっているのかって思うぐらい夜はちゃんと寝るんです、うん、寝入りがちょっと悪い時はあっても一度寝てしまえばしっかり長くね、しっかり長く寝てくれるので、うん、その分、まあ、私とパパが年取った分、うん、あの空気読んでくれてるのかなっていうところはあるので、体力はないけれども精神は強くなってるから大丈夫っていうのがあるから、まあなんとか2人目はいけてんのかなと思います、はい、2人目3人目の育児っていうのは上の子とのバランスを取りながら育児していくっていう、上の子のケアをしながらっていうのが最大のテーマなのかなって思うかな、うん、はい、VAKT さんから、はい、服を買うときやコーディネートするのが下手でいつも友人に相談したりしています。ヨメランドさんが服を買うときに選ぶ基準や大切にしていることは何かを教えていただけると嬉しいです。どんなにおしゃれな雑誌とかどんなに素敵なモデルさんとか見ても顔も体型も違うから、このモデルさんがかっこよく着てても自分がかっこよく着れないなって私は思っちゃうの、うん、それよりもなんか自分のなんか好みのなんか店員さんとかお店の方がコーディネートしたなんていうの、あのボディ、まあね、マネキンじゃないけどなんかこう飾ってあるボディあるじゃん、あれとかを見てそっちを参考にして買うことの方が多いかな。なんか好きな仲良しのスタッフさんが着てる、背丈が似てる、背伸びしないってことね、うんうんうん、あとは自分の嫌いなところ、うん、例えば私は二の腕がすごいどんなに痩せても太いから、うん、肩も大きいし、そういうところがカバーできたり潔く出してもなんか太みたいに見えないような嫌いなところをどうなんか綺麗に見えるかみたいなのを一番見て買うかな、はい、このスタイルが可愛いからそのまんま買うとかじゃなくて一回こう着たりとかしてみて自分がなんて言うんだろう、鏡で見てみて自分なんて言うの、似合わないもの買ったってしょうがないじゃん、うん、なんか真似して買ってとかでも似合わなかったら、うん、でも挑戦する気持ちは大事だから人が何と言おうと自分が好きだったら着てていいんじゃないかなって思いますね、うん、はい、アナウサギさんからいただきました、はい、義理の両親ととても仲がいいと思うのですが良好な関係を築けている理由が知りたいです。そんなの分かんない、お父さんとお母さんがいい人たちだからです私とかじゃないです、今みたいに気を使うところではないでしょうかのびのびさんからいただきました、はい、ありがとうございます。あ、これさっきの俺のとちょっと被るけど、うん、娘さん2人が成長したら女3人でしたいことはありますか。あー、もう爆買いですパパのカードで爆買い女3人でハワイとか行きたい。連れてけ。なんでなんで俺おらんねん。お金だけくれたらいい。いや俺も行かせろや、別行動でええからなんで俺は行かれへんねん。何それ。なんで俺行かれへんねんじゃあ女3人で韓国旅行行きたいです。いやそれはええよ、言っていて、うん、なおさんからいただきました、はい、この度はベビーランドちゃんご出産おめでとうございます。新参者のファンなのですがたまたまショート動画を拝見してからドハマりして昔の動画も合わせて毎日拝見させていただいています、うん、日々の癒しです。ミサスさん、できたら藤原さんにも質問なのですが、チビランドちゃんやベビーランドちゃんが芸能活動したいと希望されたら応援しますか、それとも反対されますか。したいって言ってるよ、ご両親ともに芸能人で特にミサさんは子供の頃からタレントとして活動されてるのでどう思っていらっしゃるのか気になりました。もうすでにチビランドをしたいって言ってますよ、ね、アイドルみたいなことしたいって言ってましたね、うん、まあなんか子供のうちはしなくていいんじゃないかなって私は思ってますけど。私もそうですね、今んとここうやりたいと言ってもどれぐらいの気持ちなのかっていうのもあるから、そうそう、よく分かってないと思うから、うん、まあ、子供のうちはねやりたくないことやりたいこと、うん、まあ、やりたいことだけやってって言って、まあ、やりたいって言ってんだからって
思うかもしれないけど、はい、それがほら芸能活動とかそういうなんか YouTube だったりテレビとかだったり雑誌とかだったりそういうのに出ることが世の中にどういうふうに自分が映ってるのかっていうのがあんまりさそう分かってない、ね、理解ができないからね、うん、YouTube だとまだ守れてるし、うんうん、なんかそういうのがほらテレビとかになると編集とか自分たちじゃないしさ、うんうん、なんかもう人の手に渡っちゃうものだから親もね、うん、守ってあげられる部分がなくなってしまうから その辺は大きくなってからでいいんじゃないかなと思ってます、はい、チャンネル登録よろしくね。チビランドちゃんが描いてくれた絵が完成しました、はい、パパとママとチビランドとベビランド。ベビランド描いて。ベビランド描いてないの。え、ベビー描いてあげてよ。かわいそうじゃん。ベビーなんでいないの。だってピンクでも全部塗っちゃった。塗っちゃった。じゃあとりあえず3人か。OK。ベビーかわいそうじゃん。じゃあ後でベビーも描いてあげる。うん、後で描いてあげる。はい、パパ、ママ、チビランドちゃんの絵を描きました。見せてあげてください。近い近い近い。もうちょっと下がらないと。ダメ。これはチビランドです。はい。その横は誰ですか。これはパパです。はい、ありがとう。かわいいね。こっちがママです。はい、ちょっと見して。ここ見えますかね、小指のとこ。私のいつもありがとうって書いてあります。ありがとう。え、真ん中チビランド。うん、うん、スカート履いてる。かわいい。なんかハートのスカート履いてる、うん、パパが、いい。パパ一番小さくない。ママが一番大きい。パパケツアゴじゃない。パパケツアゴになってる。パパケツアゴじゃない。ママの方が超大きいね。ありがとう。はい、ということで今のちびらんちゃんの絵はこんな感じです。ということでたくさんの質問本当にありがとうございました。すべてにお答えできないのが本当申し訳ないですけど、またやりたいと思いますので、その時はまた質問いただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイ。ありがとうございました。バイバーイ。